デート2017年9月6日2100マガジンサミットがジェット通信ジェットニュースをアットマークジェットヌーズフィードさんをフォロー。2013年にスタートしたフリマアプリメルカリ、2017年6月には国内5000万ダウンロードを超え、日々様々な品物が売買され、どれを買おうか迷うほどよりお得に買い物をするコツを3つお伝えします。出店トゥス.melcari.com 受底値を狙え。メルカリには底値があるのをご存知でしょうか？実は最低出品価格は300円なのです。なので、300円の値段がついていて送料込みの品は、間違いなく底値。ぜひ激安価格をゲットしてみたいものです。私自身、300円の T シャツを買ったことがあります。備品で、特に問題なく何度も着ています。お安い価格で売る良心的な出品者さんが大勢いるのも魅力的。300円の品を見つける方法は、検索した後に、価格が安い順に並び替えることなお、宅配便で発送する大きな品物の場合は、送料込みで1000円が底値です。人気の品は即購入。メルカリには品物ごとにコメント欄があります。商品についての質問や交渉に使うものですが、人気の品は、これを利用することをお勧めしません。質問をしている間に、他の誰かに先に購入されてしまうからです。なかなか出品されないレアな品や、今話題の品などは、本当にあっという間に売れてしまいます。私もサイズが合わないブランドは、